今日関東のの都6県でで合わせて360人が熱中症の疑いで搬送されました。午後5時現在の ANN のまとめによりますときょう熱中症の疑いで搬送されたのは東京で83人、神奈川で36人、千葉で48人、埼玉で103人、群馬で37人、栃木で30人、 茨城で23人で関東一都六県で合わせて360人になりましたこのうち重体が2人重症が11人です